アリスプロジェクトの事務所の中に大量の小銭が隠されてるんですよ。そう、貯金箱ね。そう、せーの、無理無理っす。ほら、貯金は23万1925円。はい、ただいま、追加で焼肉来てます。イエーイ、いただきますわ。いただきます。何それ、今焼肉屋だけど。うどん。ここ焼肉屋だけど、うどんにしたの。美味しい。美味しいね。はい、ただいま、ミノサンドを焼いてます。トモヤパンが、見て、うわ、プルプル。いただきます。熱っ。いただきます。はい、カレンが、あ、カレンがオレンジジュース飲んでる。あれ、メガネが邪魔。あ、取ったカレン、カレンがいいの。こっち向いて。あ、カレン、カレン、カレン。あれ、ここに当たって、メガネが当たるか飲めないんですよ。トモタンが、ほら、焼きをいただきます。お、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。食レポ、ほら。でもやめて、ほんと食レポにいい思い出ないから。はい、食べて、食レポ。野原焼きの美味しい部分を。うん。もうね、お肉と卵が、もう、ベストカップル。ベストカップルか。チャンピオン。食レポ、私と神谷さん、ほら、よく食レポやる。神谷さん、ほら、どうぞ。じゃ、ほらね、期待してますよ、食レポ。うまい。柔らかい。お肉がもう、ほんと柔らかくて、すごい、卵とお肉が。ベストカップル。ね、真似しないでよ、真似しないでよ。ベストカップル真似されたもん、最初。立てるよ、さあちゃん。肉が立ってる。めっちゃ子供表情。お願いします。いただきます。ヒレ肉です。見て、この分厚さ。確かに、やばい。いただきます。いや、すげえ、一口。うん、歯茎で噛めるぐらい柔らかいの。ねー。はい、次はチームガーズリーダーの荒谷さつき、カレー食レポお願いします。さあ、見てください。何を。おめたち、ちゃんとカレー食ったことあるか。あるわ。あるある。あるわ。わ、一番カレー好きなんだけど。ちょっと待って、これ昨日買ったばっか。事件。作品の足にカレーが。はい、デザートが来ました。私はオレンジシャーベットです。はい、その目の前にいる友恵は、何ですかこれは。抹茶のアイスクリームです。抹茶のアイスクリーム。さあ、次の友恵はどんな食レポをしてくれるんですか。いただきます。アイスと抹茶がベストカップルです。もう一回聞いていいですか。もういい。もう一回聞いていいですか。